こちら、サミさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、D のような感じがしますよね。まあ、確かに空襲の左側、Worse、比較級がございますので、タミさん、この Worse が比較級ですねっていうのが分かってるかどうかというのもまあ問題でございますが、これとセットでいけるものと言われたら、正解は D ですね。まあ、皆さん、比較級があるので、残。これでよろしいかと思います。さあ、皆さん、残の左側に比較級を置くのは皆さんご存知かと思いますが、あと2つ必要でございますので、こちらご覧くださいね。さあ、皆さん、残の左側に置く表現。まあ、比較級をご存知の方は多いかと思いますが、問題は比較級以外に、あと2つ言えるでしょうか。さあ、皆さん、括弧1番ご覧くださいね。It's rained, 点点点、the snowed。そうです。ラザーですよね。雪ではなく、雨が降りました。そして、括弧2番。I've never read many books, 点点点、the textbooks。まあ、皆さん、なんか前半、never、否定語とセットでよく使われますね。そうです。other than ですよね。ですから、教科書以外、皆さん、other than、うにゃね、以外という意味になるのはご存知でしょうか。ですから、教科書以外、本を読んだことがございません。さあ、皆さん、あとは文型確認しますね。まあ、先頭は前置プラス名詞でございますので、M でよろしいかと思います。で、皆さん、真ん中に maybe という動詞がございますので、左側は主語。で、皆さん、B 動詞の右側は保護ですよね。ですから、全体で SVC。第二文型でバッチリです。で、皆さん、今度は空襲の右側でございますが、皆さん、ここは SV。大丈夫そうですね。で、有名な熟語も絡んでおります。で、皆さん、空襲の左側でございますが、皆さん、words of。なんか、これも熟語でありましたね。暮らし向きが悪い。で、あとは和訳でございますので、文頭をご覧くださいね。経済的な危機に伴って、たくさんの人々は暮らし向きが悪いかもしれませんよ。で、比べてるのは過去でございますので、昔よりということですね。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸3番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。